どうも皆さんこんこにちはチャックバスです本日はですねすねごいキャンペーンがね延長されたということでポイントサイトハピタスのですねドットマイル増量キャンペーンっていうのがですね第2弾に、ね、なりまして、まあ、こちらのキャンペーンねもともとすごくてですね実質 ANA マイルの交換率が 93.75%JAL マイルの 交換率がですね、実質80%で交換できるキャンペーンということで行われていたわけなんですけどもこちらね10月いっぱいで1回終わってですね第2弾がね始まったということでこの第2弾になったことによってですね条件が緩和されてさらにですねこちら繰り返し自由になったということで結構ねとんでもないキャンペーンがね開始っていった形になっております。 今までのねキャンペーンに関してはちょっとね短月であったり2ヶ月間とかそのぐらいの期間でね行われてた感じでまあ短かったわけなんですよねですのでキャンペーンがあったとしても実際にですねこれからポイントサイトを利用してポイントを貯めたポイントに関してはですねポイント付与までね結構かかるじゃないですかまあそういう関係もありましてちょっとね利用しづらいね キャンンペーンだったわけけなんですけども、先月に関してはですね、まあ、2ヶ月間だったので、まあ、クレジットカード案件とかでもですね、利用できたかなというふうに思ってたわけなんですけども、まあ、やっぱりですねポイント付与まで期間が、ね、長いような案件に関してはね、ちょっと利用できなかったわけなんですけども今回ね第2弾になったということで期間もですねすごいんです。 来年の3月31日までっていうふうになっておりますんで先ほど言いましたけどもこちら繰り返し OK ということで何度でもですね利用できるっていった形になりますんでこの動画ね見られている方でポイントサイトね利用されている方はですねまあ、しばらくはですね ANA マイル JAL マイルね交換するならちょっとね獲得ポイントが少なくてもですねポイントサイトハピタスね利用した方がねいいかなって個人的には思います。 ここまでですねマイルの交換率が高いとですね他のポイントサイトで獲得ポイントがね多かったとしてもですね気にしなくてもねいいのではないのかなっていうふうに思いますそれでですねキャンペーンの概要ですね期間については2020 2021年年の11月のの11 1 31月月日日よりり3ままでっってていう,ふうになっておりますこちらのキャンペーンに関してはですねエントリーが必須というふうになっておりましてこのね 効果率が高いキャンンペーンではルルママイルかマイかかね選ぶ必要がありますですのでどちらかね片方しか利用できないっていう風になっておりますんでこの点は覚えとくようにしてください。でですねこちらに関しては一度決めてしまうと後からね変更ができないっていった形になりますんで慎重にね 選んでいいいたらなとううふうに思いますでですね交換レートについては実質 ANA マイル 93.75%JAL マイルが実質80%というふうになっております。でですね対象外案件がありというふうになりますのでこちらもですねちょっと後でね解説させていただきたいというふうに思います。でですね得点不要時期については2021年の4月中旬頃というふうになっております。 それでは次にですね実際の利用方法についてですねちょっと ANA マイルと JAL マイルね分けて解説ね、していきたいというふうに思いますまず JAL マイルですねまず1つ目がキャンペーンのエントリーですね確実に行ってください次にですね対象案件を利用して2000ポイントをね 取得していただくって言った形になりますでですね次にポイントサイトハピタスからドットマネーにね交換していただいて次にですねドットマネーからジャルマイルにね交換していただくって言った形になりますまあ、こちらに関してはですね至って簡単だなというふうに思うわけなんですけども注意してほしい点っていうのはですね対象外案件っていうのがねありますのでこちらだけね注意していただけたらなというふうに思います でですね対象外案件についてはですねこんな感じになっておりましてちょっと読み上げちゃいますね「モニター案件楽天市場楽天24私プラス資生堂一覧」っていう感じですかねこちらに関してはですね対象外案件っていうふうになっておりますんでこちらで獲得したポイントに関してはこのキャンペーンではね利用できないっていった形になります。 それれででででは次ですすね、ね、交換までの流れについてです、ね、1万ポイントを、ね、交換した場合でちょっと、ね、見ていきたいなというふうに思うんですけどもポイントサイトハピタスからドットマネーに、ね、1万ポイント交換してドットマネーからですね、JAL マイルに、ね、1万ポイント交換すると 5000JAL マイルになると思うんですけどもこのルートで交換するとですね、後日ですね、ドットマネーに500ポイント。 ポイントサイトハピタスに3250ポイントがね、ポイントバックされるっていった形になります。ですので1万ポイントをですね、交換すると、JAL マイルのね、残高には5000マイルがね、付与されるわけなんですけども、後日ね、ポイントサイトハピタスに3250ポイント、 ドットマネーに500円分のねポイントがポイントバックされるっていった形になるわけなんですよね。こちらね聞いてるだけでかなりすごいですよね。JAL マイルね基本的なポイントサイトからの交換率は50%っていう風になっておりますので、これがね実質ですけども80%でね交換できるっていうのはねかなりねすごいですよね。 次に a a マイルについてですね流れについてはですね JAL マイルの時と一緒になりますですのでまずね最初にキャンペーンのねエントリーをしていただいて対象案件を利用して2000ポイントね獲得するっていった形になります次にですねポイントサイトハピタスからドットマネーに交換していただいてドットマネーから等級ポイントでね交換するっていった形になります で、次にですね、等級ポイントから ANA マイルにね、交換していただくっていった形になります。ANA マイルの場合は、ドットマネーまで交換して、そこから等級ポイントに交換して、ANA マイルにね交換するっていった形になりますので、間違ってもですね、ドットマネーからそのまま ANA マイルにね、交換しないようにね、注意していただけたらなっていう風に、 思いますもちろんねこちら直接交換してしまうとキャンペーン対象外っていう風になりますんで特にね注意していただきたいなというふうに思います。またですね こちらのルートに関しては東急ポイントから ANA マイルに、ね、交換するっていった形になりますんで ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードっていうねクレジットカードが1枚ね必須っていうふうになりますんでもしこれからですね利用されたいっていう方はですね今すぐですねこちらのクレジットカードを発行するようにしてください。 それれでででは次すすね、ね。ANA マイルまのの交換の流れです、ね、1万ポイントを、ね、交換した場合はポイントサイトからドットマネーに、ね、1万ポイント交換していただいてドットマネーから等級ポイントにです、ね、1万円分交換するっていった形になりまして等級ポイントから ANA マイルに交換して 7500ANA マイルにに、ね、ななるっ,て言った感じになります。このルートで、ね、交換していただくと後日ドットマネーに500ポイント。 ポイントサイトハピタスに1500円分のねポイントがポイントバックされるっていう仕組みになっております。1万ポイントをですね、交換して7500円前に、ね、交換しているわけなのに、まあ、後日ですね、ポイントサイトの方に合計ね2000ポイントがね、 帰ってくるっていった形になるわけなんですよね。実のね。交換レートに関しては93.7。5%ということでかなりね。すごいですよね。それでは次にですね。注意事項ですね。まずね、今回のキャンペーンに関しては先ほどもね解説させていただきましたけども、モニター案件を含めたね。対象外案件っていうのがありますので、こちらはね。注意していただきたいなっていうふうに思います。 次にですねこちらも先ほどね言ったわけなんですけどもこちらのハピタスのキャンペーンに関してはジャルマイルか。 エーネーマイル、ね、どちらかしか利用することができないっていう風になりますのでまたね後からね変えることができないっていった形になりますので慎重ににね選んでいいいいたただきたいなという風に思います個人的にはですね交換率がね高い ANA マイルがねおすすめっていうふうになるわけなんですけども、まあ、JAL マイルに関してもですね80%で交換できるというふうになりますんで、まあ、ここはねお好みかなっていうふうに思います。 次にですね、こちらのキャンペーンの特典のポイントバック分に関しては付与されるのが2021年の4月中旬っていうふうになりますのでかなり先になりますよね。でですね得点でもらえるドットマネーにね付与されるポイントっていうのは付与されてその月末がですねポイントの有効期限っていうふうになっておりますんでかなり短いんですよね。ですのでもしねこのキャンペーン利用されるっていう方はですね 今すぐですね、4月下旬にポイント交換ねするっていう予定をね入れといていただきたいなっていうふうに思います。失効してしまうとですね、かなりねダメージがでかいっていうふうになりますんで、この点をね注意していただきたいなというふうに思います。 で次ですねキャンペーンの特典で交換申請したもののうち通常に交換できたものだけねこのキャンペーンは対象っていうふうになりますんでもしねポイント付与がねされなかった場合については問い合わせねしていただくって言ったね形になると思うんですけどもこちらね問い合わせを行ってしまった場合はですねポイント付与がねキャンペーン中にされたとしても対象外っていうふうになりますんでこの点もね覚えておくようにしてください。 それででは次にですねこれはね特にね注意していただきたいなというふうに思うわけなんですけどもポイント交換ねしていくわけなんですけども今回のキャンペーンのね対象となるパピタスのポイントのポイント交換上限というものがありまして基本1000ポイントっってていう,ふうになってるんですよねですので広告利用はですね2,000ポイントごとにこの上限がね1,000ポイントずつ上がっていくっていう仕組みになっていますのでこちらね特に注意して いいいいたただきたいなとううふうに思いますですので広告利用がですね2,000ポイント利用したら1,000ポイント上がって。 4,000ポイント獲得したら2,000ポイントになって1万ポイント獲得したら5,000ポイントね上限が上がっていくっていった形になりますんでこんな感じのイメージで上限がねどんどん上がっていくっていった形になりますんでこのポイント交換上限についてはですね特に注意していただきたいなっていうふうに思いますこちらね間違ってしまうともちろんねキャンペーン対象外っていうふうになってしまいますんでこちらね 注意ししててて利用してみていたただきいいいいなという,ふうに思いますいかがだったでしょうか今回ですねハピタスのドットマイル増量キャンペーンをですね解説させていただいたわけなんですけどもかなりねすごいキャンペーンではないのかなというふうに思います本当にですね気をつけていただきたいのは獲得ポイント数とポイント交換の上限だけね注意しておけば本当にねすごいキャンペーンというふうになっておりますんでかなりねおすすめっていうふうになっております ポイントを、ね、マイルに交換されたいっていう方はですねしばらくねポイントサイトハピダスメインでね利用してみていただきたいなっていうふうに思います。またですね ポイントサイトハピタスにですねまだ登録をされてない方っていうのはですね2020年12月31日までですね5,000ポイントを獲得すると2,000ポイントねもらえるっていうねキャンペーンも同時でね行われておりますのでこちらの動画の概要欄にねリンク載せておきますのでもしね登録されてない方いらっしゃいましたらですね 狙ってみていただきたいなというふうに思います。でですね、2020年11月現在でポイントサイトハピタスのねおすすめ案件ねチャチャっと紹介していきたいなというふうに思うわけなんですけども、まずですね。 ゴートイートキャンペーンねやられている方結構ねいらっしゃるかと思うんですけどもホットペッパーグルメのですね案件が今ねポイントサイトハピタスが1位でね出ておりますのでもしねホットペッパーグルメで GoToEat ね利用する方はですね是非ねポイントサイトハピタス経由してね利用してみていただきたいなっていうふうに 思いますまたですね NTT ドコモのゴールドカード案件ですねこちら23,500円分のねポイントがもらえる案件っていうふうになっておりましてこちらね発行するだけでねもらうことができてですね年会費がね1万円税込みで1万1,000円、ね かかるって言った形になるわけなんですけども23,500円分っていう風な感じでポイントもらえますので11,000分はですね現金で受け取ればですね残りのねポイントに関しては完全黒字でね利用できるって言った形になりますのでこちらもねおすすめですその他にはですねエポスカードキャッシング枠付きで8,200円っていうね案件も出ておりますエポスカードに関してはですね年会費無料で海外旅行保険がね付いているというね 結構おすすめのねクレジットカードっていう風になるわけなんですけどもちょっとね海外には行けないわけなんですけども逆にですね今行けないっていうことで去年まではですねたい6,000ポイントでも高いって言われてたね。 ポイントなんですよねですけども今年に入ってですねどんどんポイントが上がってですね8200円分のねポイントで出ておりますのでもしですね発行されてない方ねいらっしゃいましたらこのタイミングでね発行することをおすすめします。またですね発行 発行すする必要がありますのでこの点はね注意してくださいでこのキャッシング枠付き自体はですね発行時はですねつけて発行する必要があるわけなんですけどもそれね終わったらですね外してしまって OK ですのでポイントだけねもらってからですねキャッシング枠ね外していただければなというふうに思います。でですねこちら公式サイトでもプラス2,000円分のねポイントもらえるキャンペーンやっておりますんで合計ね1万200円もらえるっていった形になっております。 あとですねマネックス証券の FX プラスっていうねこちら FX のね 取引の案件なんですけどもこちらね1回取引するだけで1万3000分のねポイントがもらえるっていうねすごい案件もありますのでこちらもですね口座開設がね必要という風にはなるわけなんですけども1回の取引でねポイントもらうことができますのでかなりねおすすめっていう風になっております今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思いますこの動画役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしたいけどとても嬉しいです私のチャンネル ではねですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報クレジットカードマリオットームホテルヒルトンホテルのことについてね発信しておりますんでチャンネル登録してない方はですね是非チャンネル登録していただけるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ